はいこの日はですね4月の下旬の釣りなんですけれどもサクラマス狙いでですね今回は苫小牧の方にですね苫小牧東高の方に来てみました以前もですね何度か釣りしようかなと思って寄ってみたんですけれども結構ですね場所が混み合っていたのでできなくてですね今回来てみたら空いてたのでちょっとやってみることにしましたそれでいつも通りですねメタルジグずっと投げていたんですけれども 時間がですね、多分夜中の1時か2時ぐらいスタートして、朝方ですね、まあ9時までいなかったぐらいだと思うんですけども、9時か8時か7時かちょっと忘れましたけども、その辺りまでやってました。それで、まあ他にもですね、結構人がいたので、同じ方向にですね、1か所でずっとまっすぐの。 あのエリアですねな、投げてかかればいいなと思っていたんですけども結局はですねやっぱりあの反応もなくてですね何もなく終わったといった感じです周りの人もですねそんなに釣れてるようなですね感じはなかったですでこの日はですねあのメタルジグの、えー、ジギングの他にですねちょっとプラーにソメつけてですね餌をつけてやってたら1匹だけ 魚かかりました。ちっちゃめのですね。カジカなんですけれども、それが釣れたというぐらいですね。今回の釣果はそれ1匹という感じになってます。結構ですね。投げ釣りする人も多いですけれども、ジギングもですね。いまして、半々ぐらいの感じかなっていうところですね。はい、今回行ってみた感じはそんな感じでした。あと、海の方はですね。下に結構藻があったりするので絡んだりするんですけれども。 まああの岩とかはそれほどないみたいなので例えばメタルジグ投げてて絡んだとしてもこう引っ張ればですね結構取れるような感じなので特別ですね絡んであのメタルジグロストするとかそういうことはなかったなという印象ですまだこの場所でですね最近来てほとんどやってませんのでまだ今後もですねちょっとずつ場所空いてればですねやってみてもう少し様子見て。 ですね、あのいつも通りサーフでやるか他の場所でやるかとか考えながらですね桜マス狙いでやっていこうかなと思いますアメマスでもいいのでとりあえずですねちょっとメタルジグで大きめの魚1匹ですね釣ってみたいなと思ってます、はい、もうちょっと暖かくなったらですね去年行っていた泊まり方面とかですね日本海側そっちの方もですね行けたらいいかなと思って考えてはいます